皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。5分で学習中二数学、今日は単項式の乗法掛け算について説明します。単項式×単項式は係数同士、係数というのは文字の前についている数字のことでしたね。文字同士の積を求めて計算します。では例の丸1を見てください。 4x×6y、 これは 4×x×6×y、 こういうことですよね。で、数字を 4×6 前に持ってきて ×x×y、 数字は4×6=24と、で、かける xy ですから 24xy と、ね、こういうふうに計算ができます。丸に、かっこマイナス 5a、かっこの2乗というやつですね。これはマイナス 5a をこれ2回かけるということですね。ですからマイナス5かけるマイナス5かける文字が8a ですから a×a となりますね。マイナスとマイナスをかけたので正の数になって25、そして a は2回かけるので a の2乗と、こうやって計算の答えを出します。しかし毎回このように書いていたのでは大変でしょ。ですから、簡単に暗算でできるようにしていきましょう。丸3、3xy×-2x、 数字の部分は3とマイナス2ですから 3×-2 はあります。そうするとマイナス6ですね。そして文字の部分が x×y×x、 x が2つかけるので x2乗y、 こういうふうに、ね、簡単に暗算でできますよね。丸4、2a2乗b×4b、 数字の部分は2と4ですから 2×4、2×8、 そして文字の部分 a2乗×b×b になりますね。ですから a2乗b は2回かけているので b2乗と、 8a2乗b×2乗というのがこの答えです。5番は5a2乗×-3a、 数字の部分、係数の部分ですね。 5×-3 ですからマイナス15、 で a2乗と a ですね。 a2乗というのは a×a ですね。それにもう一つ a をかけますから a は3乗、答えはマイナス15、 a3乗、このようになります。よろしいでしょうか。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。